皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。いつもご視聴ありがとうございます。注目されていた自民党総裁選なんですけれども、 YouTube ライブでお話ししていた通りの展開となりました。順当に今岸田内閣が誕生ということで、9月30日の相場からご祝儀相場を期待してたんですけれども、反発も期待してというところあったんですけどもね、皆さんご存知の通りで、中国恒大集団にアメリカの債務問題とこういったものが重しになりまして、海外の要因に振られるような形で日経平均株価の動きというのは難聴になってます。この動乱に乗っかって、下落した銘柄を買ってやろうかと思ってるんですけれども、ただ自分がピックアップしている銘柄は下がってなかったり、むしろ上がったりという状況で、なかなか個人的には買えずにいます。で、日経平均株価は下がってるんですけども、大型株のソフトバンクグループですとか、これまで相場をリードしてきた半導体、海運、鉄鋼、このあたりが下がってるだけで、反対に小売ですとか、飲食、観光、サービス関連は緊急事態宣言が明けるということで反対に上昇してきてます。やはり個別勝負の相場かなと思います。こちらについてはまた YouTube ライブで、お話ししていきたいなと思っています。さて、先日ですね、ネットニュースこちらで紹介しますけれども、積立 NISA 対象投資すべてが含み益にという話題を見つけました。お金の学校をご覧いただいている視聴者さんの中にも積立 NISA をやっている方多いのではないでしょうか。で、インデックスファンドで長期積立をやれば資産が勝手に増えて将来安泰、こんな風に思って、積立 NISA を始める人は多いと思いますし、資産運用を語るインフルエンサーからの情報発信もこのような話題が多いと思います。ただ個人的には積立 NISA はやっていません。今日は全てが含み益ということで、積立 NISA をやっていれば 100% 儲かるのか、これでいいのかということをですね、検証していきながら、アンチ積立 NISA、アンチまでは言わないですけどもね、僕が積立 NISA をやっていない理由をお話ししたいと思います。それではお金の学校サタデースタートです。わざわざ語るまでもないと思いますけども、積立 NISA は2018年1月から制度を開始しました。ネット証券とか金融機関の積極的な働きかけもあって、年々口座開設数が増えていまして、今年の6月末時点で262万口座あるとのことです。2020年末が172万口座でしたので 52% ぐらい増加しています。で、その中でも口座数はさることながら投資未経験者の割合に注目しています。一般NISAの口座数に占める投資未経験者の割合は 45.3% に対して、積立NISAは 85.7% となっています。積立NISAを始める多くの人が投資未経験者ということになります。資産運用に関する相談に乗っていても、積立NISA イデコの投資相談は投資未経験の方ばかりなので、この数字もあながち間違ってないように思います。積立 NISA が始まって以降、米中貿易摩擦問題ですとかコロナショックなど世界的な株価下落に見舞われながらも、積立投資を続けてきた投資家さんは全て含み益が出ているという状態になっています。で、相場が大きくぶれたとしても、とにかく積立をやめなければプラスになるという長期分散投資の成果を象徴しているようにも思います。日経新聞のニュースでは、2018年1月時点で積立 NISA に採用されていたファンドを2021年6月までの42ヶ月にわたって毎月月末の基準価格で買い続けたケースで、2021年7月末時点での評価を発表しています。で、その上でファンドを主な投資対象別に日本株、海外株、全世界株、バランス型の3グループに分けて、評価損益の上位と下位の各5本がこちらの表で、まとめられております。で、上位5本の含み益が多かったのは海外株、全世界株で運用するグループです。で、首位は楽天バンガードファンドで、含み益は70万円以上と、元本の約140万円がおよそ 1.5 倍になってます。日本株のグループではコモンズ30ファンド、こちらが40万円近い含み益を上げてトップになっています。
株式や債券など複数の資産で運用するバランス型は上位5本の含み益が40万円弱で横並びです。ただ共通して言えるのはバランスファンドの中でも株式の割合が多いものが上位を占めています。で、首位の eMAXIS 最適化バランスは国内外の株式を多く組み入れて価格変動リスクの目標を年率 20% と高めに保っています。で、その他も積極型という形で株式への投資割合が高いタイプとなっています。投資初心者の方に多いのが株式投資だと暴落が怖いのでバランスファンドがいいと思っていますと、こういう声ですね。例えば積み立て NISA で最もワーストパフォーマンスになったのが積み立て円相会です。で、これは日本債券が7割、残りが日本株 J リートで構成されたファンドで、もうその名の通り日本円建ての資産で運用されているファンドということで、パフォーマンスはこちらで見ていただいての通りとなります。3年間でコロナショック時を除けばほぼ横ばいの動きが続いています。安定感という面ではいいのかもしれないんですけども、積み立て投資のメリットを打ち消してしまうようなパフォーマンスだとも思えます。ドルコスト平均法を生かした運用ができるのが積み立て投資のメリットです。よくあるドルコスト平均法の成功事例は、こちらで見ていただいたように、このような動きが用いられています。で、つまり値動きが大きい商品を選択した方がより積み立て投資をする効果が生まれてくるということです。値動きが大きい商品への投資は投資未経験の方ほど怖いとおっしゃられるかもしれないんですけども、積み立て投資の場合価格が高い時には少なく安い時には多く買い付けますので、結果的に買い付け単価が平準化されることになります。積み立て円相会のような商品の場合は高い時と安い時の差があまりないので、このような商品を購入したい場合はまずはしっかりお金を貯めて一括投資で購入した方が投資成果を得やすいと思います。一方で楽天ヴァンガードファンドをこちら見ていただいての通りですね、値動きが大きい商品はたまたま価格が高い時に一気に購入すると高づかみをしてしまう可能性があります。それを防ぐための積み立て投資でもあるということです。もう一つ気をつけたいのが積み立て NISA のやめ時です。貯蓄型の生命保険のイメージを持っている方が多いのかなと思うんですけども、貯蓄型の生命保険の満期と同じように積み立て NISA も非課税期間の20年間積み立てをするものと思っている方も多いです。あくまでも積み立て NISA は非課税制度ということになります。売却益や配当金に通常かかる 20.315% の税金が不要、この制度ですね。生命保険だと満期ですとか経過期間が長ければ長いほど戻ってくる金額も多くなってきます。ただ積み立て NISA の場合期間が限度となる20年目が最もいいパフォーマンスとは限りません。つまり最もいいパフォーマンスと思われるタイミングでやめ時を自分で決めないといけないということです。投資は買うのは簡単、いつでもできるわけなんですけれども、ただやめ時は非常に難しいです。積み立て NISA は商品選択とやめるタイミングを意識して始めるようにしましょう。そして個人的に積み立て NISA をやっていない理由なんですけども、これには3つ理由があります。1つ目は一般 NISA を持っているからということなんですけども、一般 NISA と積み立て NISA は併用できません。だから積み立て NISA はやっていないということにもなります。ちなみに一般 NISA は2024年からルール変更予定で、現在の年間120万円までが102万円までとなります。その代わり20万円の積み立て利用分が新たに加わるようになっています。ただそれだけでやっていないとなると話がつまらないっていうことになってしまうので、2つ目の理由お話ししますけれども、2つ目の理由はスピード感がない、時間がかかりすぎるということです。積み立て投資は最低10年間、理論上ですけども積み立てないとメリットがあまり出てこないと言われています。そのドルコスト平均法の成果を取りに行くっていうことですね。で、10年間って長いと思わないでしょうか。1年後どうなってるかわからない、目まぐるしく新たなものやサービスが出てくるこの時代に、10年後20年後に資産が成長してますよと言われても長すぎるなっていうのが個人的な印象です。今やりたいこと、今買いたいもの、これを実現しながら生きていきたいと僕自身は思ってますので、積み立て投資という行為自体が自分のスタイルにあまり合ってないのかなと思ってやっていません。で、こんな感じで自分が目指しているライフスタイルとやっている資産運用法がマッチしていないという方は割と多いです。
積み立て NISA をやろうと思っているという相談多いんですけども、目指している方向性だと積み立て NISA だと全然時間が間に合いませんよとか、目標としている金額が足りませんよというパターンです。そして3つ目は大して儲かる気がしないということです。2つ目の理由と被る部分もあるんですけれども、積み立て NISA を頑張ってやったところで、どこまで資産を増やすことができるのかというのは大事なポイントになってきます。こちら見ていただきたいんですけども、それぞれのアセットクラスファンドを20年間積み立て NISA で積み立て投資した場合、どれだけの平均利回りとなったかを算出しているデータです。今最も高いパフォーマンスを出している米国株式や全世界株式の平均利回りは 3% 台後半となっています。これらの平均利回りで計算した積み立て NISA を最大限活用した場合の運用イメージがこちらです。新興国株式、米国株式、全世界株式で2倍ちょっと増えているというシミュレーション結果が出ています。800万円の投資資金が1600万円になっているというのは、すごいことなんですけども、1600万円という金額はあなたの期待、そして理想とするライフスタイルを想定した時にいかがでしょうか。お子様の大学資金の準備はカバーできるかもしれないんですけれども、よく言われるようになった老後資金2000万円にはまだまだ足りません。僕自身はファイヤー、セミリタイヤというところを目指して資産運用をやっていますので、到底この金額だけでは足りないということになります。つまり積み立て NISA だけでなく、その他の資産運用にも取り組まないとまだまだお金が足りないという方も多いのではないでしょうか。これが僕が積み立て NISA をやらない理由なんですけども、決して積み立て NISA を否定しているわけではありません。積み立て NISA に安心してそれに頼り切るっていうことではなくて、積み立て NISA 以外の資産運用にも取り組む必要性があるということをお伝えしたいわけです。積み立て NISA の商品が全て含み益が出ているということなんですけども、積み立て NISA は始まってまだ4年弱の制度です。長く続けている人でも少なくともあと 7,8 年は積み立てを続けないと、一切どのぐらいの成果が出ているのかわからない、前人未到の世界でもあります。あなたは積み立て NISA をやっているでしょうか。どんな目的で積み立て NISA を始めたでしょうか。今後の授業のテーマの参考にもなりますので、ぜひコメント欄でご意見ご感想を寄せていただけると嬉しいです。自分が理想とするライフスタイルを手に入れるために資産運用に取り組んでいきましょう。お金の学校がその一助となれば幸いです。普段は株式投資の話がメインになっていますけれども、お金の学校サタデーでは、週1回ぐらいはですね、こんな話題も取り上げていけたらなと思っております。それではまた別の授業でお会いしましょう。